スコット・スカイルズはアメリカ合衆国インディアナ州ラポルテ出身の元バスケットボール選手で指導者。ミシガン州立大学でプレーした後、1986年の NBA ドラフト1巡目22位でミルウォーキーバックスに指名され NBA 入り。ルーキーシーズンはわずか13試合の出場で平均3.8得点、3.5アシストにとどまった。 翌シーズンからインディアナペーサーズに移り、1987から88シーズンは先発2試合を含む50試合に出場し、平均4.4得点、3.5アシストを上げた。1988から89シーズンは先発13試合を含む80試合に出場し、平均6.8得点、4.9アシストを上げたが、1試合あたりの 出場時間は20分未満にとどまった。1989年、エクスパンションドラフトで、新加入のオーランドマジックに指名されて移籍した。移籍1年目は、控えのポイントガードとして70試合に出場し、平均20.9分で、平均7.7得点、4.8アシストを上げた。九百九十から百九十一シーズンに、先発の座を確保し、 79試合中66試合で先発し平均34.4分の出場で17.2得点8.4アシストを挙げた。この年ミップに選ばれた。1990年12月30日にオーランドアリーナで行われたデンバーナゲッツ戦で NBA 記録となる30アシストを記録した。それまでの NBA 記録は ケビン・ポーターが記録した29アシストであった。この記録はその後破られておらず、彼以降、1試合で最も多いアシスト数は、レージョン・ロンドが2010年に記録した24アシストとなっている。1991から92シーズンは75試合に、平均31.5分出場し、14.1得点、7.3アシストと、個人成績を落とした。 1992から93シーズンは78試合に平均39.6分出場し、平均15.4得点、自己ベストの9.4アシストを上げた。1993から94シーズンは全82試合に出場したが、先発は46試合にとどまり、プレイタイムも短くなり、平均9.9得点、6.1アシストに終わった。 シーズン終了後、ワシントン・ブレッツに放出された。アンファニー・ハーダウェイの役割を増やすためのトレードであったと見られているが、元チームメイトのアンソニー・ブーイによれば、このトレードは失敗であり、スカイルズが在籍していれば、1995年の NBA ファイナルでヒューストン・ロケッツに敗れることはなかったという。1994から95シーズン、62試合に、 平均33.5分出場し、平均13.0得点、7.3アシストを上げた。1995から96シーズンは、フィラデルフィアセブンティシクサーズでわずか10試合の出場に、とどまった。1996年に肩を負傷したスカイルズは、ギリシャ A1 バスケットボールリーグのポックテッサロニキと、契約を結んだ。NBA から来たスカイルズは期待されたが、 シーズン中盤に、怪我やフランス人のミシェル・ゴメスコーチとのトラブルに、苦しんだ。ゴメスコーチが解任された後、スカイルズはコーチを兼任し、チームは3人の主力選手を怪我で書きながら3位となり、翌年のユーロリーグ予選への出場権を確保した。1997から1998シーズン、フェニックス・サンズのアシスタントコーチに、就任。 1999から2000シーズンの開幕から20試合が経過した後、ダニー・エインジに代わってヘッドコーチに就任した。この年チームは53勝29敗、ウェスタン・カンファレンス5位でプレーオフに進出、ディフェンディングチャンピオンのサンアントニオ・スパーズとプレーオフ1回戦で対戦し3勝1敗で破った。2001から2002シーズン、 開幕から五51試合で二十五勝二十六敗となったところで解任された。サンズのヘッドコーチとして三シーズンでプレーオフに二度出場、勝率五百九十五をマークした。二年間の充電期間を経て二千三年にシカゴブルズのヘッドコーチに就任、低迷していたチームのディフェンスを改善させた。ディフェンスは相手フィールドボール成功率を四十二二点パーセントに、 抑えた。また26試合連続で失点を100点未満に抑えるチーム記録も作った。2005年1月には NBA トップの13勝3敗を挙げてイースタンカンファレンスの月間最優秀コーチに選ばれた。2006年は41勝41敗でプレーオフにイースタン7位で出場、イースタン2位のマイアミヒートに2勝4敗で敗れた。 2006から07シーズンは49勝33敗で、プレーオフに進出すると1回戦でマイアミヒートを破り、2回戦でイースタンに1位のデトロイトピストンズと対戦2勝4敗で敗れた。2007から08シーズン、ブルズは高い期待を持たれたが、開幕から25試合で9勝16敗、セントラルディビジョン再開となり、2007年12月24日、 ジョン・パクソンゼネラルマネージャーより解任された。2008年4月21日、ラリー・クリス・コービアックの後任として、ミルウォーキーバックスのヘッドコーチに就任。2008から09シーズンは、中心選手のマイケルレッド、アンドリュー・ボーガットの負傷もあり、34勝48敗で、シーズンを終えた。2009から2010シーズンは、 センターのボーガット、ポイントガードのブランドン・ジェニングス、シーズン半ばにトレードで獲得したジョン・サーモンズ、ジェリー・スタック・ハウスの活躍もあり、多くの指揮者からイースタンカンファレンス再開と予想されていたバックスは、7年ぶりに46勝36敗と、勝ち越し、プレーオフに進出した。NBA 最優秀コーチ賞は、オクラホマシティサンダーのスコット・ブルックスに取られて、受賞できなかった。 2013年1月8日、開幕から32試合で16勝16敗となった時点で解任された。2015年5月29日、オーランドマジックの12代目のヘッドコーチに就任。2015から16シーズン、3年連続で20勝台に止まっていたマジックを35勝までに引き上げたが、2016年5月12日、突然辞任を表明した。ありがとうございます。